逆さ川は茨城県水戸市を流れる川である。水戸市を流れる逆さ川は一級水系中川に含まれる川である。中川に合流する桜川の右支線で茨城県が一級河川として管理している。総延長は 5.8km、流域面積は10.3平方 km で全域が水戸市内に収まる。流域には史跡笠原水道や 水辺をめぐる木造の遊歩道などを設けた逆さ川緑地がある。逆さ川の名の由来として、付近の他の川が東や南に流れるのに対し、この川は北に流れていることが一つの説として挙げられている。他に中川が大雨で増水した水が逆さ川まで逆流してきた出来事に由来しているとの説もある。現在の逆さ川の源流は三戸市。 東野町の県営東山アパートの東山、団地調整地である。米沢町、笠原町の住宅地の脇を北流しつつ、周辺の湧水を集めて、流量を増し、津波町の逆さ川緑地を経て、中心市街地の中央2丁目で桜川と合流する。茨城県の管理区域は調整地の資金の指導橋から桜川との合流点までの間である。 坂さ川の周辺の主要な建物としては、下流方向を向いて、左に、茨城県庁舎、茨城県立県民文化センター、茨城県近代美術館がある。右には2016年からの新築工事を終え、2019年1月4日より、全面開庁した水戸市役所の本庁舎がある。概要坂さ川の新米沢教科付近から、 本郷強化までの両岸には公園として整備された逆さ川緑地が広がっている。2015年時点での開設済み面積は13.86平方キロメートルである。都市計画法による公園の分類は都市緑地である。1986年度から段階的に整備が始まり、2007年時点での総事業費は約75億円である。緑地内には 流水でできた湿地を木造の遊歩道で散策できるエリアや遊具を置いたエリア、芝生広場などがある。緑地の中、水神橋近くには茨城県指定の史跡、笠原水道がある。笠原水道は、水戸藩、第二代藩主、徳川光国が水戸城下への飲料水供給のために整備した上水道である。 市跡にある水源には、四道線と呼ぶ蛇口が設置されており、市民の水汲みに供している。また、古門橋近くの、生き野の立ちの広場には、笠原水道の遺物である、水を浄化に運んだ岩比の一部が展示されている。緑地内には、周回 2.2km のウォーキングコースも設定されている。また同じ市内の地波公園、 海楽園島いくつかの公園島を一括した300ヘクタールのエリアを海楽園公園と総称し、これは市街地に近い都市公園としてはニューヨークのセントラルパークに次ぐ世界第2位の広さを持つものであると1999年から茨城県及び水戸市により広報されているが、逆さ川緑地はこの総称海楽園公園の一角に加えられている。 整備士逆さ川緑地の整備は、水都市の第三次総合計画で整備が決められ、1986年度から段階的に整備が行われた。1988年9月18日に都市計画法による告示がされた。1995年5月1日より市民への供用が開始される。1997年3月27日都市計画法による 変更計画が告示された。2007年にほぼ完成した。緑地内施設下記中の右岸、左岸は下流方向に向かってみた岸の方向。本郷橋上流側の左岸のレンガ作りのオブジェが置かれている緑地へのアプローチゾーン。触れ合い橋と小門橋の間の左岸に広がる芝生広場。9月下旬から10月にかけてはコスモスの花が咲き渡る。 古門橋上流側の左岸に作られた、湧水が作る湿地の上に、木の遊歩道を巡らせたエリア。あやめ、騒ぎ橋、みそはぎ等の湿章植物を観察できるように、設計されている。古門橋から水神橋の間の右岸にある、池を中心にしたエリア。池の脇には、木の遊歩道が巡らせていて、様々な水辺の生き物を観察できる。また遊具や、 笠原水道の遺物も保存展示されている。水神橋からの道を桜通りの方に向かっていった林の中にある野鳥の生息と観察に適するように整備されたエリア。徳川光国が設けた茶帝、漱石所の跡地。水神橋から潮橋の間の右岸にある池、広場、木の遊歩道で構成されたエリア。ホタルの再生地も作られている。水神橋左岸の 笠原水道水源があるエリア。復元した笠原水道の岩碑などがある。ギャラリー逆さ川には上流から以下の橋が架けられている。指導笠原東の線が通る橋で逆さ川の上流端となる橋。橋の南西側にある東山団地調整地から道路下の暗渠を通って、この橋の下から水が外に流れ出る。1989年3月竣工。 指導橋を除けば、最も上流にある橋だが、名称は不明。指導笠原3号線に通る橋。1987年3月に竣工し、同年供用開始。橋長は17.44メートル。1999年3月竣工。県道50号の4車線の県庁南大通りが通る橋。茨城県庁舎完成と、 同時期に全線開通し1999年3月4日から、共用が開始された県庁南大通りとともに、共用開始された。橋の左手には、茨城県庁舎がある。指導笠原35号線が通る橋。1986年3月竣工、同年共用開始。橋長は19.9メートル。幹線指導15号線にかかる橋。 1998年3月竣工、同年供用開始。橋町は22.64メートル。国道55バイパスが通る河橋で下を逆さ川と、幹線指導3号線が通る。仮設1984年。橋町は、上り側が482.5メートル、下り側が481.2メートルである。米沢高架橋の下の両脇を通る。 国道5十号バイパスの速道が通る橋。仮設は1989年。橋町は、上り側が107メートル、下り側が93メートルである。市道地並み108号線が通る橋。1990年6月竣工、同年共用開始。橋町は20.7メートル。県道235号が通る橋。1988年3月竣工。 橋町は18.5メートル。指導船舶54号線が通る橋。1985年7月竣工同年共用開始。橋町は21メートル。古代から中世の頃、鹿島灘で作られた塩を下野国に運ぶための道、塩街道があり、その道は逆さ川を溶かしていた。塩橋はその道の名残である。 指導駅南百四十三号線が通る橋。1986年3月竣工、同年共用開始。橋長は19メートル。橋を左に行くと、笠原水道水源へ至る。欄間は干は、木星付きの柱で朱色に塗られているなど和風な雰囲気を出している。三戸の橋物語では、この橋測ってこの地にあった、不動村にちなみ不動産橋と呼ばれていたが、 水戸藩第九代藩主、徳川成明の命により、不動村は移転させられ、代わりに、水戸神社が置かれた頃から、水神教と呼ばれるようになった、と考察している。指導地並み六号線が通る橋。1978年11月竣工、同年教養開始。橋長は21メートル。徳川成明は、軍事演習である、追取狩り、を、水戸の地で9回行い、 1842年の第3回目からの開催地は、千波原であった。その千波原の開催地の東側門に至る、五条道の途上にあったことが、古門橋の由来とする説がある。逆さ川緑地内にある橋で、市民の公園内へのアクセス用として架けられている。竣工は2002年7月で、2019年4月時点で、逆さ川の橋では最も新しいものである。 感染指導12号線が通る橋。1974年3月竣工、同年供用開始。橋長は21.4メートル。感染指導3号線が通る橋。現在の橋は2001年3月に竣工し、同年供用開始。橋長は74メートル。川の上流左から下流右に斜めにまたがる形で架けられている。この橋が含まれる。 本郷橋交差点から、ちなみ大橋までの道路区間は、茨城県の主要な交通渋滞箇所である。指導駅南6号線が通る橋。1978年3月竣工、同年共用開始。橋町は27.62メートル。幹線指導2号線が通る橋。1972年7月竣工、同年共用開始。橋町は28メートル。 橋を左に進め交差点を直進した先に茨城県近代美術館がある。橋の右手には水戸市役所がある。歩行者、自転車用の自転車道1号線が通る逆さ川の最下流にある橋。1978年2月竣工、同年共用開始。橋長は23.4メートル。ギャラリー逆さ川の橋18枚逆さ川のちなみこ。 流入状況逆さ川と桜川の合流点すぐ近くに広がるちなみ湖は大正時代から昭和前期にかけての干拓で面積を縮小するまでは水戸駅の先まで広がっていた。ちなみ湖が今より広かった時期では逆さ川はちなみ湖に直接流入しており、その流入点は現在の船付橋と駅南中京の間である。現流部においても勝手は東茨城郡緑、 岡村笠原神殿の6番池と東茨城郡吉田村の東のため池の二つがあった。それぞれの源流から発した流れは吉田村大技東の技、西谷津で合流していた。図、明治期の逆さ川上流周辺。図、明治期の逆さ川上流周辺は、明治期の逆さ川上流の周辺地図である。この図は、明治期に第二本帝国陸軍参謀本部。 陸地測量部が作成した地図である迅速測図に、現在の道路、川等を重ね合わせインターネットで公開している、農業環境技術研究所の歴史的農業環境閲覧システムから、当時の逆さ川上流周辺を抜き出したもので、現在の水戸市では、笠原町、平市町、米沢町、東野町にあたる部分である。地図中の細い赤線は、現在の道路を示しており、 細い青色の線は、現在の川、池を示している。現在の逆さ川源流の東山団地調整地は、地図の中央やや左にあり、特に太い青線で示されている。当時の逆さ川の源流の一つであった六番池は、地図の北西に描かれている。東茨城郡,郡郷土市は東の村には三つの、ため池がある、と記述している。その三つは、図。 明治期の逆さ川上流周辺では、現在の東山団地調整地と重なる部分に一つ、その南に二つが確認できる。三つのため池のうち、最も東にあるため池を南谷に池と呼ぶ。南谷に池の西にあるため池を西谷に池と呼ぶ。逆さ川を愛する会が編集、発行した逆さ川はどんな川に載っている。 過去の逆さ川を知る住民が描いた逆さ川の地図では、ため池は吉田村から緑岡村へ東西に通る道の南側に描かれており、位置的には西田についまたは南田についが否定する。明治期笠原水道水源。図中央から図左下の橋へ流れる逆さ川、翌徳線在笠原山津。図左下に、 逆さ川現在笠原水道水源のある、地近くには、人々の信仰が扱った、笠原不動村があり、水戸藩所大藩主、徳川よりふ佐の時代から不動村周囲の山林が保護、されていた。それは、木々の枝を折るのを禁じるほどに厳しいものであった。漢分期に、徳川光国により、城下への上水道整備の命が出されると、設計を受けたった、平賀康秀では、 不動村近くの谷からの湧水を水源とすることを震源し、笠原水道の整備がなされた。三つ国はまた、逆さ川の近くに、漱石所という茶屋を作り、逆さ川で極水の縁などを催した。明治に出版された、三戸の名所、情勢を紹介した、三戸では、逆さ川について、 次のように述べて、その清らかさと俗世感を離れた、静かで重む深い周囲の佇まいを称えている。逆さ川は、その山独をめぐる、水整列にしてされき玉のごとく一つ橋斜めに、これをはりて人を臨中に導く優勢感が、自らごみ館に、東カルお里室、伊藤敏夫、水戸1901年大正時代に、ちなみ子が感覚された後は、 桜川へ合流するように稼働が改修された。周辺の水田への考えようとして、対象年間に以下の水門、石が設けられている。下流から、括弧内は所在地の当時のあざな。昭和30年頃までの逆さ川を知る者は、水門のあるところには多くの魚がいたが、昭和30年頃から川から生物の姿が乏しくなった、と述べている。 昭和50年代後半に川底を深くし、岸をコンクリートで覆う工事がなされる。川の周辺も宅地化が著しくなるが、下水処理が不十分のまま生活排水が川に流れ込むようになり、水質を抱くが著しくなる。水戸市は市内の環境改善のため、公共下水道の普及を最重要施策として取り組み、2012年度末で、 市内の普及率56.1%を超えた。この時期以降から、逆さ川の水質が改善しているとみなされるようになった。2008年度から2016年度までは、BOD は5ラム l 以下であり、水質基準を達成している。1986年度から、逆さ川緑地の整備事業が始まり、1995年5月1日より、利用が始まった。 2001年10月22日から11月27日においては、水戸市立博物館において、逆さ川と逆さ川緑地の歴史、自然を紹介する特別展、逆さ川緑地湧き水が育む小さな土壌たちが開催されている。2003年7月、逆さ川西川と県庁舎の間の土地に巨大複合商業施設の建設計画が報道される。 仮称、ミトメガモールとされたこの施設は、南北約 1.5km、東西約 0.3km のおよそ31ヘクタールの国内最大級規模との触れ込みで、実現の際には、逆さ川の上中流域の景観が大きく変貌するものであった。当時の加藤光一三都市長は2004年11月に、計画容認の意向を示した。が、翌月事業者の一つに、 暴力団との関わりが明らかになると計画は崩壊し、結局、ミトメガモールは幻に終わった。逆さ川は2018年現在全区間が中川水系の中の一級河川に定められ、かつ全域が国により指定区間とされ、茨城県が管理している。それらの指定の経過は以下の通り。1966年3月28日広告。 同年4月1日施行の河川法大史上第一項の推計及び一級河川を指定する政令の一部を改正する政令により、中川水系が一級水系に指定されると同時に、逆さ川も上流端を、三戸市千波町和座谷中844番地先の古門橋、下流端を桜川への合流点とした区間が一級河川に指定された。 建設省国時代396号で、逆さ川の上記の一級河川としての区間が、指定区間として指定された。建設省国時代729号で一級河川としての区間で、上流端が、三戸市笠原町初無知1949番地の、先の指導橋、と変更され、全区間が一級河川となった。 さらに同日の建設省国時代730号で全区間が指定区間として指定された。また、環境基準に関しては、逆さ川は桜川全域に含まれる河川として、生活環境の保全に関する環境基準が C 類型の達成期間が L2、水生生物の保全に係る水質環境基準が生物 B の達成期間が E に指定されている。 水戸市の多くの地は、東茨城大地の北東部にあたる水戸大地呼ばれる大地上にある。大地を解析したのは、中川の藤井川、田野川、桜川で、逆さ川は桜川の四国である。逆さ川は、水戸市の南側の大地を北流し、桜川に合流する。逆笹川の流れによって大地は、下流に向かって、左側をちなみ、緑、丘、笠原地区に、 右側を元吉田、米沢、吉沢地区に分けられる。稼働は直線的で小規模な貸し岩球を形成している。南岸が露出している箇所はない。現在の水源地は東山団地調整地で南から北に流れつつ、周辺の湧水の流入で流量を増やすが、それでも流量は少ない。逆さ川周辺の大地の地質は基盤は ミト層とも呼ばれる業界室の不透水性の粘土層、その上に透水性の高い砂、歴層、その上に関東ローム層が重なったものである。笠原水道水源に代表される逆さ川周辺の湧水は、ミト層と上市層の間に溜まった地下水が崖等の場所からはき出たものである。逆さ川の環境保護活動をしている団体により、 逆さ川緑地内で以下の6つの湧水箇所が見出されている。逆さ川は生活排水が流れ込む上流部と湧水の流入量が増える中、下流部より水質が異なっている。そのため、源流から笠原付近の上中流域では水虫、ゆすりか、ヒルといった汚れた水でも生息可能な生物が多く見られ、魚の姿はあまり見られない。またアメリカザリガニも、 多くいる。流れが、逆さ側緑地に移ると、コイやオイカはカワムツ、ヨシノボリ、ドジョウなどの魚が現れる。ドジョウの中には、環境省レッドリストで、絶滅危惧種一 B 類に指定されている仏土壌も見られ、流れ込む周辺の清涼な湧水が仏土壌の生息を可能にしていると考えられる。工術の酒の素壌姿が見られるのもこのあたりである。 川底に泥、砂が多くなる桜川の合流付近は、木図がに、うぐいの姿が見られる。以下に挙げたのは、河川生物生息実態調査報告書見年、平成16年度自然環境調査結果報告書見年、平成26年度自然環境調査見年の出展から抽出された、逆さ川で確認された魚類及び、定性生物である。魚類中一。 ヤリタナゴは、茨城県版レッドデータブックで2010年に気球種、2016年に絶滅危惧二類に指定されている。中二国外外来指定性生成物中上のうち、水質の指標生物であるものには、以下の表示をつけている鮭の訴状2005年11月、中川から迷い込んだと思われる鮭が訴状する姿が、桜川、逆さ川で確認され、 新聞で報道された。以後2017年まで毎年秋に、鮭の訴状が確認され、逆さ川の水質改善の成果と捉えられている。逆さ川に来た鮭は主に、触れ合い橋から水神橋の間で産卵を行っている。2005年に訴状した時の調査では26個の災卵中1個が生存卵であった。鮭の訴状数は桜川との合流点より、 下流にある竜筒見関の開閉により変動が見られる。竜筒見関は、水戸市柳町、本町にあるビゼン前堀への導水のための関で、2005年は工事により関が開放されており、鮭が遡上しやすい環境であった。その後も竜筒見関を長く開けていた都市は、鮭の遡上数が多いことが分かってきたことから、鮭の生活感に合わせ、11月から3月は、 席の解放するようになった。また、逆さ川での鮭の治療放流事業が2009年から行われている。なお逆さ川は、水質が今よりもずっと正常であった時期であっても、鮭が来るような川ではなかったとされ、茨城新聞紙上において市民よりそれはなぜか、との問いが投げかけられた。それに対し、国交省霞ヶ浦道水工事事務所員は、 河川改修以前の逆さ川は段差がある小さな川であったため、酒が遡上できなかったのではとの見解を紙状で返している。2011年の水戸市立博物館特別展示、逆さ川緑地の図録では、逆さ川緑地には現在88種の野鳥が確認できているとしている。この多種な鳥が生息するのは、逆さ川緑地が吉原、竹林、落葉樹林、 杉林といった多様な植生を持っているからとしている。以下は、ミッド市立博物館が2010年9月から2011年8月に行った逆さ川緑地で見られる野鳥調査で紹介されている鳥である。逆さ川は流量が少ないため、水生植物の生息は広くは見られない。それでも、笹葉も等の沈水植物も見られる。陸上においては、 逆さ川緑地において、吉原、竹林、落葉樹林、杉林といった多様な植生が見られる。かつての逆さ川は流れ込む湧水のため、清らかな川であったが、そこに周辺の宅地化により生活排水が流入し始めた等により、1980年代頃からひどく汚濁した川となった。 しかし、周辺の公共下水道の普及率が高まるにつれ、水質改善が進んでいる。逆さ川の PH、POD、COD、SS、DU の歴年変化は、以下グラフの通りである。調査は、三戸市が逆さ川の中流付近と河口の2カ所で行ったもので、表に示した数値は、調査年度での平均値である。グラフ出展。 水都市の環境確認版逆さ川が生活環境の保全に関する環境基準により指定されている C 類型の2018年5月現在の基準値は下表の通りで p h b o d d DO についてはグラフ上で表示もした p h b o d c o d s s DO 通常正常な水質とされるのは bodcodss の場合は低い時で ルーの場合は高い値の時である。そこで、日本で水質が最も良好な河川の一つに選ばれている、高知県の二淀川と逆さ川の2015年度、水質データを比較すると、下表のようになる。逆さ川が属する桜川水域は、逆さ川と沢渡線を含め、生活環境の保全に関する環境基準の、C 類計百九十八年三月三十日に、 指定されている。この C 類型は、生活環境項目において6つある、類型中、最も正常な水質基準を定められている類型を、上と下4番目に位置し、水道利用には適さず濃い、船等の β 中不水性水域の水産生物や、工業用水としての利用目的に適用していると、される類型である。基準の達成期間は4段階ある設定中2番目の、 早さである5年以内に可級的速やかに達成の路に指定されている。逆さ川は2008年度から2016年度までは BOD の基準を達成している。また、生活環境項目の中でさらに水生生物等の生育環境保全のために定められた水生生物の保全に係る水質環境基準においては逆さ川が属する桜川水域は 逆さ川と沢渡線を含め生物 B に2011年3月31日に指定されている。この生物 B の類型は濃い船等比較的高温域を好む水生生物を及びこれらの餌生物が生息する水域に区分されている。桜川水域に定められた達成期間は直ちに達成とする意である。 水生生物保全環境基準の生物 B 類型の基準値は以下である。桜川水域としては2011年度の指定から2017年度まで基準を達成している。1949年間の水戸市水害市は逆さ川について、この川は水深が浅く、豪雨時には増水し周辺の水田を冠水させ、また、津波湖に直接流れ込んでいった時代では、 ちなみ小一水の要因にもなった胸を記述している。1938年6月28日から30日の大雨が起こした茨城県内の歴史的大水害では中川、ちなみ湖、桜川の氾濫とともに逆さ川も氾濫し、水戸市内の下市地区を大規模に冠水させた。昭和50年代後半に川底を深くする工事がなされている。 2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震では、水戸市は震度6弱を記録し、死者7人、負傷者84人、全壊住宅164棟等の被害が発生した。この地震で逆さ川緑地では路面の損壊や地盤の液状化の痕跡が見られた。2014年12月末現在において、 逆さ川の工業用としての取水許可が一件ある。水戸市では、津波湖の浄化のため、逆さ川緑地の湧水を、津波湖に導水している逆さ川の環境改善、保護への取り組みに、以下のようなものがある。桜川清流ルネッサンス2は、桜川水域と津波湖の水環境の改善のために、流域の国、自治体と住民が連携して活動する事業である。 国土交通省の第二期水環境改善緊急行動計画で計画対象の河川等として桜川、沢戸線、逆さ川、千波湖が選定され2007年に行動計画を策定した2016年に計画を改定し清らかな水に戻そう桜川をキャッチフレーズに行政担当者と住民が集う桜川 セリュールネッサンスに地域協議会を主体として、桜川、沢渡線、逆さ川、千み湖の水質改善、浸水空間整備のための目標設定、各機関が連携しての施策の策定、実施を行っている。逆さ川においては、b o d 値5 m g L 以下、現在の流量の確保、維持、水辺のゴミを減らし浸水空間の向上を目標に置かれている。 塩橋下流川右岸にあるホタル再生地、逆さ川緑地のある場所は、昭和30年代までは、水田が広がっていて、ホタルが飛んでいた。このホタルを再生するための活動が、市民の手で2006年から始まった。再生場所に選ばれたのは塩橋近くの広場で、ホタルとホタルの幼虫の餌になる川にニナうが、生息しやすくするために、水路の造成と除草が行われた。 2007年の7月7日、500個の卵が整備された、再生場に放流され、翌年現氏ホタル、平家ホタルの発生が確認された。以降もホタル生息のための環境整備は、地域の環境保全団体である、逆さ川を愛する会、逆さ川子どもエコクラブが中心として行われ、ホタルの発生が継続して確認されている。逆さ川や逆さ川緑地では2000年頃までは、 捨てられたゴミが目立っていた。この状況に、団体、企業、行政、市民が、逆さ川ゴミローラー作戦、桜川水系クリーン作戦などの名称で、清掃作業に取り組んでいる。清掃に取り組んでいるものには前室の、逆さ川を愛する会、逆さ川子どもエコクラブのほか、三戸市元吉田の酒造会社、秋都市種類や、プロサッカークラブの三戸ホーリーホックなどがいる。 秋都市種類は測っては、酒の仕込み水として、逆さ川の水を使っていたともいい、秋都市種類の清掃活動は2000年から継続して行われている。これらのものの活動で、ゴミは少なくなってきている。逆さ川を愛する会は2011年に、環境省の水、と環境保全活動功労者表彰を受けた。上記資料復刻版、伊藤敏夫、水戸千秋記者。 1983年11月、ISBN48 億8477万722、蒸気資料では潮橋、水神橋、古門橋、触れ合い橋、本郷橋が紹介されている。逆さ川緑地に関するカテゴリー、ありがとうございます。